2週間前に会った大学生を直感的に選んだのかっていうところから話した方がいいんじゃないかなと思って。おー、それ気になりますね。ですよね、はい、だって昨日嫁に聞かれましたね。すげえ。スポーツクラブって一応多分誰かオーナーが所有するんで、株式会社でやる以上はあの資本主義っていうところから脱却しないと思うんですけど、でもやっぱりその運営の仕方っていうのはこう普通の株式会社と株式会社スポーツクラブって一緒なわけないと思ってるんですよ僕は。あれだけ直に、運営側とファンが身近な株式会社って iPhone とかゲームとかその他いろんな商品を作って顧客に売ってる株式会社とは明らかにスタイルが違うわけじゃないですか、ね、だからまあもっと一体本当によく地域密着なんて言われますけど、実際そうやって運営してるところなんてほとんどなくて、数えるほどが試して失敗してるっていうぐらいのなんか程度じゃないですか。で僕も、まあ、実体験として、まあ、ホルムを経営して、まあ、僕の懐で言ったら大損こいて、で以前から東京にクラブを作りたいっていうのは多分言ってたと思うんですよね。であるクラブ、ある東京にあるプロクラブの買収の話も、検討したり、前向きに数年前からこの話は実際に温めてきて、ファンとかまたなんかおかしなことやってるなって思うかもしれないけど、でも僕からしたら結構温めてきた案件で、どういうふうにしたら一番うまくいくのかというのを考えてきて、で実際自分のホルミアの失敗も経てたどり着いたのが、じゃあまあ責任者を誰にするかっていう問題が何をやるにしても最初にまず議論として上がりますと。でこのプロジェクト責任者候補いろんな名前が上がりましたと、野球プロ野球チームの実績を残した人、あるテーマパークを再建したような人、また全然関係ない、分野で、企業再生を果たした人、いろんな人が候補に上がったんですけど、僕が経験してきて、しかもそういう選手として見てきた、クラブ経営も見てきた僕としては、実績が経営としての実績はあんまりもう関係ないのがサッカークラブやなと思っていて、うまくやれてる人はほぼいないんですよ、いないんですよ。僕直接聞いたわけじゃないですけど、京セラの稲森さんも経営で一番難しかったのはサッカークラブだぐらいに言って、経営の神様って言われてる人でね、今だから三木谷さんとか、裁判の藤田さんとかも経営してますけど、本音は聞いてみたいところで、本当に多分難しいと感じるんじゃないかなと。多分商品以上に生ものなんで、商品が選手という、それが明日6ヶ月の負傷に陥ることもあったりとか、なかなか車や iPhone ではなかなかありえへんのかなっていう、まあ、そういうね。で、まあ、話をこうまとめていくと、実績重視じゃなくて、まあ、情熱重視だと。で情熱っていろんな人あるよねって思うんですけど、僕の中では逆にまっさらな情熱が、まっさらで情熱があるっていう人が候補に挙げるべきだなと思ったんですよ。だ僕も情熱ありますけど、まっさらじゃないし、まっさらじゃないし、まっさらじゃない人ばっかりですよね、何かしらかも色ついちゃってね、結婚もしてや子供もおる社会経験長い守るもの、給料 もうたくさんもらってます、うん、下げれません、いろいろまっさらなわけですよ、もう働いたことないんですよ、ね、でも慶応大でマネージャーやってて、実際サッカー部を、マネージャーという立場で、その盛り上げてきたと。でそういう早慶戦、伝統の早慶戦とかを
早慶戦だったんですよね。早慶戦を盛り上げてきて、いろんなリーダーシップを発揮して、うん、集客での実績を作ったり、まあ、いろんなあの大学レベルかもしれないけど実際にやってきた。でまたさらに僕は知りたくなって、何が強みなのかって聞いた時に、リーダーシップで人を巻き込んでいくことが自分の強みです。リーダーシップ、俺も自信あると。リーダーシップある人は世の中に多いと。その定義は広いよねと。具体的に奥山さんが考えるリーダーシップ、どういうところなのか。とにかく関係者に密に細かくコンタクト取ると、コミュニケーション大事にすると。それがまず一つ。でもう一つ、やっぱり自分がリーダーとしてそれをしっかりどれだけやってるかって、コミットしてるかっていうのはやっぱり周りに見せたい。それを示すかのように睡眠1日3時間しか寝なかったらしいです。短い。そうだから、そういうやっぱその何かミッションを達成するために、努力をいとわない姿勢、まあ、リーダーシップには必須なわけですよね。資本主義リーダーと呼ばれる人、めちゃめちゃ利益を上げてる資本家でも全然働かない人いっぱいいるじゃないですか。でも真のリーダーとはこれ言わないわけですね。一応リーダーという肩書きはあるかもしれないけど、社長業とかオーナー業ね。だから彼はそれを満たしてるなと僕なりの判断で、もう即決、なかなかいないと。なんか上から言って偉そうですけど、でも長年温めてきたプロジェクトで僕なりに即決するっていうことは、ジャストアイデアで思いついた案件に即決するっていうことと意味が違うことは理解してほしいし、僕だってそれなりに覚悟を決めて即決したし、だから2週間って言ってそういうのを情報にも流してるんで、おい本田はその意思決定大丈夫かみたいなのもなんかどっかで見たりもするから、いやいやそうじゃないよっていうのは言っときたいですよね。で僕が岡山さんに言ってるのは、基本決めちゃっていいですよ。決めちゃってもうなんか分からん、ほんまに悩んでる時だけどういうふうに決めたらいいかっていうのを相談してくれれば俺がアドバイス出すっていう感じで。ほうれん草をまず無視しろと。でも決めちゃっていいっつって、うん、それで怒ることはないと。いや全然もうガッツポーズやんな、ミスしたら。あ、ミスしてくれたらガッツポーズ。ガッツポーズやらかしたらガッツポーズ。カンボジア代表と一緒。なるほど。とにかくミスしてもアクションを起こした人を褒める文化にしないですね、会社としては。